gentleness of speech cultivated for the occasion, but an inborn gentleness and desire to do the opponent good. 日本語で頼みます。シビリティとはその場合、場合によって生まれる単なる表面的な優しさではない。生まれながらに持ち合わせた優しさと、相手にとって良いことをしたいという気持ちを意味するのです。ああ、なんかいい言葉ですね。そうだな、うん。イギリス人相手に非暴力で戦っていたガンディさんらしい言葉だ。英国人が自分たちをボコボコにしてくる、叩きのめそうとしてくる、自分たちを差別してアニマル扱いしてくる、そんな白人たちでさえガンディさんからすれば、彼らのことを愛しましょうと、相手に対して本当に良いことをしましょうと意識していたのだろう。愛ですか。そう。ここ10年、日本では社内でのチクリ、パワハラだの、モラハラだの、へんてこな言葉が飛び交っているよ。だから誰もが相手に対して率直な言葉を言うのを恐れている。そのせいで言葉の持つ本来の力が失われている。言葉を選ぶあまり、本来伝えたかったエネルギーがすっからかんになってしまって、かえって伝わっていないのだよ。そうですね。だって SNS に陰口書かれたりすることもあって、すごい傷ついちゃうじゃないですか。シビリティという言葉を使うのなら、このガンディさんのように相手のためを思って率直に伝えてみなさい。え、ちょっと考えます。結局逃げるんかい、このザコめ。え、グフをザク、グフ、ザク、ガンダムですか。あなたならできるわ。世界中を回り、いろいろな方と話していると、ある傾向を感じるのです。それは、ある程度の高い教育を受けていて、安定的な高収入を受けている人ほど、今ここで話したようなシビリティを発揮しているということです。表面的に見ると、知的水準が低い人に対して理解ある態度を示しているよう、汚い言葉は使わない、傾聴する、いかにも文明人のようなのですが、裏を返せば自分自身の感性や自分自身の本音に信じておらず、背を向けている、背を背けているように、まあ身をね、こう見せないようにしているように見えるんです。あたかもそういうにわかシビリティが仏教でいうところの中道であるかのように、感情を隠して、ここで解説しているようなケースを見ていると、それはただの事なかれ主義です。体裁を整えているだけで本質的な問題が解決することはないでしょう。なぜなら、その言葉を言おう、そうしようと思った動機は保身、自分の身を守るためだけだからです。しかし、実際のこういった企業の中でも社会の中でも、本当に大切なことを身を顧みずに発言して行動する人というのは尊敬されるわけです。例えば、元セブン&アイホールディングスの経営者である鈴木さん、日本にまだコンビニがなかった頃、創業者でオーナーの伊藤さんから、やめろよって、絶対うまくいかないよって言われていて、反対されていたにもかかわらずに、コンビニエンスストアをスタート。今では日本にコンビニがないなんて信じられない、考えられない世の中になっています。それから、その鈴木さんがセブン銀行、銀行業務を始めようと思った時に、銀行家たちからこう言われたそうです。素人が銀行なんて絶対うまくいかないから、やめといてくださいと反対されて、それでも事業をスタート。今ではコンビニに ATM がないって言うと不便でしょうがないですね。他にも、ファミリーマートの社長、ユニクロでおなじみのファーストリテイリング社の元副社長でもある澤田さんという方がこうおっしゃってます。平社員というのは何をしても無駄だと、そう思っているかもしれないけれど、そうではない。心底会社を愛しているならば、改善策を携えて社長室に直訴に行けばいい。そこまでも思っていない、そこまでの愛情がないならば、見切りをつけて転職先を探せばいい。それもできない、それも嫌だというならば、居酒屋で同僚と愚痴をこぼせばいい。そうおっしゃってる。居酒屋で愚痴をこぼすのが一番無難、エネルギーも使わなくて済むし、ことなかれ。しかし、本当に愛しているのであれば、本音で直訴。経営者としても、ここまで身を投げ打ってまで会社のことを思ってくれるような社員がいたら、絶対に大切にすると思います。待ってくださいよ、
そこまでする会社に義理はありませんよ。ただなんとなくいられて、なんとなく給料がもらえて、なんとなく安定してればそれでいいんですよ。という考え方も決して間違いではないでしょう。それが世の中の大半だと思います。口でどれだけ理屈を言おうと、行動が伴っていなければそれは嘘になってしまいます。仏教でいうところの神悔です。思っていること、それから発言、そして行動、この3つの間の差を取ることが悟りなのです。だから平社員であろうと、学生だろうと、主婦であろうと、経営者であろうと、コンサルタントであろうと、アーティストであろうと、みんな全く常に同じ条件なんです。仏教的な悟りを目指しましょうって言ったって、今時誰もそんなことやらないし、興味もないでしょう。そうではなくて、この思っていること、こんな風になったらいいな、こうしたいな、思っていること、それから言うこと、発言、そして行動、この3つの間にある差を取ることを目指してみるというのはいかがでしょうか。できると思うことからでいいです。人は自分が思っている通りになっているのです。だから現実というのも自分が思っている通りになっているのです。だから自由に、本当に好きなように思うことが大切だと思うんです。偽りを捨て、本来の自分を生きよう。